日本の2万に位置するワンビ地方と沖縄地方は先日記録的な豪雨に見舞われました。雨は非常に激しく長時間降り続いたため、これらの地域に住む人々に深刻な被害をもたらしました。豪雨は2024年11月4日に始まり、数日間続いたことで河川の氾濫や土砂崩れが発生しました。安比大島と与論島は特に大きな被害を受けました。気象庁は両島に緊急安全確保を発表し、住民に対し危険な状況から身を守るために直ちに行動を起こすよう強く呼びかけました。今回の記録的な豪雨はいくつかの要因が重なったことによって発生しました。主な要因の一つは、島シナ海の上空に大量の水蒸気が存在していたことです。この湿った空気は塩ビ、沖縄地方付近に発生した低気圧によってこれらの地域に引き寄せられました。同時に日本の主要な島である本州の上空には高気圧が存在していました。この高気圧が壁のように作用し、低気圧が北上するのを妨げました。その結果、低気圧は雨、沖縄地方の上空に停滞し、長時間にわたる激しい雨をもたらしました。安比沖縄地方に降った雨量は驚くべきものでした。与論島では24時間の雨量が観測史上最多となる594ミリに達しました。これは1978年に観測が始まって以来、この島で記録された最も多い雨量です。沖縄本島の東村では24時間の雨量が 485.5 ミリに達し、こちらも観測史上最多を更新しました。これらの極端な雨量は排水システムの能力を超え、広範囲にわたる洪水を引き起こしました。豪雨は安比沖縄地方に大きな被害をもたらしました。河川や水路が氾濫し、家や商店、道路が浸水しました。車は濁流に飲み込まれ、橋は損壊しました。雨によって土壌が水分を含んで不安定になったため、いくつかの地域で土砂崩れが報告されています。土砂崩れは道路を塞ぎ、地域へのアクセスを遮断し、建物に被害を与えました。第5章、大雨の際の安全確保、重要なアドバイス。大雨は危険な場合があります。このような場合にどのように安全を確保するかを知っておくことが重要です。重要なポイントをいくつかご紹介します。情報を入手する。気象庁が発表する天気予報や警報に注意しましょう。最新の情報を常に確認し、状況の変化に備えましょう。安全な場所に避難する。大雨に見舞われた場合は屋内や頑丈な構造物の中に避難しましょう。特に低地や川の近くは避け、高台や安全な場所に移動することが大切です。浸水した地域には近づかない。浸水した道路を歩いたり車で通行したりしないでください。浅い水でも見た目以上に流れが強く、危険が含んでいる可能性があります。さらに電線が切れている場合や地下室が浸水している場合も注意が必要です。家族や友人と連絡を取り合い、安全を確認し合いましょう。これらのアドバイスを守ることで、大雨の際のリスクを最小限に抑えることができます。第6章、雨が危険になるとき警戒レベルを理解する。気象庁は雨の強さに応じて様々なレベルの警報を発表します。それぞれのレベルが何を意味するのかを理解し、適切な行動を取ることが重要です。レベル5、これは最も高いレベルの警報で、命に危険が迫っていることを示しています。指定された避難場所または安全な場所に直ちに避難してください。レベル4、この警報は洪水や土砂災害の危険性が高いことを示しています。必要に応じて避難の準備をし、地方自治体からの指示に従ってください。レベル1R3、これらの警報は雨の強さが増していることを示しています。情報を入手し、必要に応じて予防措置を講じてください。これらの警報は私たちの安全を守るために非常に重要です。例えばレベル5の警報が発令された場合、すぐに行動を起こすことが求められます。これは命を守るための最も重要なステップです。レベル4の警報が発令された場合、洪水や土砂災害のリスクが高まっていることを示しています。そのため避難の準備をし、地方自治体の指示に従うことが重要です。レベル1から3の警報は雨の強さが増していることを示していますが、
まだ危険が迫っているわけではありません。しかし情報を収集し、必要に応じて予防措置を講じることが推奨されます。これらの警報を理解し、適切な行動を取ることで、私たちの安全を確保することができます。第7章、避難時の行動。避難命令が出された場合は、迅速かつ冷静に行動することが不可欠です。指示に従う、アナウンスをよく聞き、地方自治体からの指示に従ってください。必要なものをまとめる、身分証明書、薬、重要な書類、懐中電灯、携帯電話の充電器など、必要なものだけを持っていきましょう。周りの人を助ける。高齢のティーン人や障害のある人がいれば、避難の手助けをしてあげましょう。第8章、情報収集、安全確保の鍵。大雨の際には、情報を入手し続けることが最も重要です。気象情報を入手する。テレビ、ラジオ、または気象庁のウェブサイトを通じて、気象庁からの最新情報を定期的に確認しましょう。地域のニュースを確認する。地域のニュースでは、道路の閉鎖、避難命令、避難所の場所など、自分の地域に関する具体的な情報が提供されます。ソーシャルメディアの利用は慎重に。ソーシャルメディアは情報源となり得ますが、噂や未確認の情報には注意が必要です。正確な最新情報を得るには、公式の情報源を頼ってください。第9章、未来への備え、教訓と今後の対策。今回のアンビ沖縄地方の記録的な豪雨は、災害への備えの重要性を改めて認識させるものでした。日本政府は、早期警報システムの改善やインフラの強化に取り組んでおり、将来の異常気象による影響を軽減しようとしています。これには、河川の氾濫を防ぐための堤防の強化や排水設備の整備も含まれます。個人レベルでも備えをすることが重要です。これには、緊急時の計画を立て、避難経路を確認し、非常用キットを準備することが含まれます。非常用キットには、食料、水、医薬品、懐中電灯、ラジオなどが含まれます。さらに、家族や近隣住民と連絡を取り合い、助け合うことも大切です。これらの対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、自然災害の壊滅的な影響から自分自身と地域社会を守ることができます。私たち一人一人が備えを怠らず、共に支え合うことで、より安全な未来を築くことができるのです。